最近ですね、結婚年齢が非常に高くなったわけですね。男性ですと、最近はもう30から35でも早いぐらいと、女性が25から30でも早いぐらいという感じでですね、ますます遅くなっているわけですが、もちろん結婚する人の数も減ってますし、離婚率も高くなってますね。これについてはいろいろな意見があってですね、簡単に言えば男がだらしなくなったからとか、女性が強くなったからっていうのから始まって、社会的に保育園がない、保育所がないからとか、そういうことも言われるし、いろんなこと言われるわけですね。かつては女性の高学歴化というのが言われたんですが、最近ではそれはちょっとも言われてないわけですが、私はですね、実はこういったものの目を曇らせる原因はですね、やっぱり目的に何か合わせて、原因を言う御用学者が存在するっていうのはいけないわけですね。例えば結婚が遅いと、少子化対策っていうのがあって、国のそれではその男女共同参画とか、一番ひどいのは男女共同参画の内閣府の室共同参画室が出したデータが差し食った嘘のデータだったっていうのがあってですね、女性が勤めても子どもの数は変わらないというような世界的データ、これ嘘だったんですけど、そういうのを出したりしますので余計に分からなくなるんですが、ちょっとここでは科学者の人間観ということで違う視点から見てますとですね、結局今戦後ですね、そのお見合いがずっと続いた後、1970年以上ですかね、ここ30年ぐらい恋愛結婚っていうのが普通のように言われてきたわけですね。それで男女の出会いとか。ところが歴史的に考えますとですね、日本人が恋愛結婚するということが歴史的にあったかっていうことですね。これはいろんな研究がすでにあるんですが、例えば平安時代ぐらいまでにはですね、よく言われるいろんな結婚の形態、例えばですね、源氏物語ではこうだなんていうのがあって、そんなのは全然参考にならないんですね。っていうのは、それは貴族だけであって、貴族っていうのはもう本当に 1% 以下しかいなかったわけで、多くは農民、ほとんどは農民だったわけですね。ですから、農民の結婚形態っていうのは、記録も少ないんですけれども、わずかな研究によればですね、やっぱり結婚というのはやっぱり親が決めてるっていう感じなんですね。特別な場合は別にしまして。それから今度武家の時代になってもですね、武士の結婚というのはよく言われるんですけど、これ武士っていうのはやっぱり 1% くらいしかいなくてですね、ほとんどが農民なんですよ。だからよくこの結婚の歴史なんていうのを見ますとね、武家の時代に入ると、武家同士の結婚はなんて説明があるんですけど、武家の時代なんつったってほとんど 99% の人間は武士じゃないわけですから、武士であっても非常に下級武士っていうのはですね、いわゆる今頭で考える武士ではないわけですね。大体そういう記録に残ってるのは上級武士のちゃんとした家があってというところですね。そういうのはもちろん結婚というのは恋愛結婚なんてありえないわけで、家と家との間のつながりを深めるとかそういう結婚だったわけで、農民とかそういうのはもちろんこれ、お見合いっていうか親がとか有力者が世話する結婚だったわけですね。っていうのはもともと交通手段がないからですね、一つの村の中で結婚するというようなことを別にしたら、嫁さんは馬に乗って遠くから来る、できるだけ遠くの人と結婚した方がいいということは、近親結婚なんかの例で分かっておりましたから、できるだけ嫁さんを遠くからもらうと、そういうことになるとですね、交通機関が発達してない時に、まさか人の目がある時ですね、恋愛結婚なんて存在しないわけですね。明治になってもその時代、その傾向は続いて、結局、ごく最近まで恋愛結婚ってはなかったわけですね。だからその、若い男女が会って、意気投合したり、愛し合ったら結婚するなんていうのは作り事なわけですよ。つまり、そういうのがある意味での憧れにもなったので、小説なんかにもなってるし、そういう小説がもとはやされた。だけども、これは日本ばかりなくて、ヨーロッパでもですね、もちろん同じことですし、中国でも同じことで、結婚というのは結局ですね、新しい世帯を作るためのもので、大体は位が、生活程度とか、そういうその武士であるとか、農民であるとかが一致すれば、男女っていうのは、
まあ、結婚して親しくなるんであって結婚前に親しくなるっていうのはないわけですね。で、特別に相性が悪いとか特別になんかダメだったっていうもの以外は大体は結婚してしばらく夫婦生活をして子供を産んでだんだん親しくなって家庭を作っていくっていうのが実は結婚だったわけですよ。ですから今結婚できないですって若い女性が言ってるの、若い女性ばかりじゃなくてまあ大人もそうなんですけど言ってるのを聞くとですね、まるで恋愛結婚だけが結婚だったと。しかし恋愛結婚っていうのは本当にここ30年近くだけ言われてきて、それも結局うまくいかなかったと思うんですよね。だからまあ交通機関が発達し社会が複雑になって会社生活なんかをするようになり、学校出てもそういう男女間が一緒に生活するようになったなんていうのは本当に最近ですから、ですから当然出会わないわけですね。ですからまあ結婚できないっていうのは僕私なんかのまあ科学的なものの見方かどうか分かりませんが、今までの歴史的な状況から言って当然であって、やっぱりそれからインドみたいに階級制のとか宗教的な階級制のあるようなところはですね、もともと同じ階級間でしか結婚しませんからね。それからイスラムなんかでもイスラム教できたのはまあ今から1500年ぐらい前なんですけど、それ以降はやっぱりイスラム同士の結婚ですから、もちろんイスラム教の場合はご存知の通り男女がはっきり分かれてますから恋愛なんていうのがまあ基本的にはありえないわけですね。まあ例外的なものはいくらでもあって、ヨーロッパでもイスラムでも中国でも日本でもですね、例外的に非常に激しい恋に陥って結婚するっていう例はないじゃないんですけども、それはまあいわば小説の範囲っていう感じなんですね。ですからもう一回ここでよく考えますと、まあ、現在、結婚できない男女が多いって、なぜかって言ったら、それは恋愛、今の恋愛結婚みたいなものが歴史的にも一回もないから、ないことを今試みようとしてんだと、まあ、いうわけですね。ですからやっぱり私はですね、結婚というのはもともと男女が愛し合って結婚するもんじゃなくて、生活レベルとか、まあ、大体の背格好とか、まあ、そういうのが一致すればですね、できればその親の職業もしくはそういう生活の環境が一致すれば、まあ極端に言えば誰と結婚してもいいというぐらいですね、そのくらいの範囲が最もオーソドックスで離婚の少ない結婚になるんじゃないかというふうに思うんですね。それからまあちょっとそれがまあ主たるものなんですけど、それからまあもっと生物学的な見地を入れればですね、やっぱりあの結婚というのは子孫を作ろうとかそういう本能の動きが主なんで、まあ、特に人間の場合大脳が支配する例が多いようですからね。だけど本能も支配するので、例えば明治時代のように国を発展させ人口が増加が必要であり、かつ戦争で人が死ぬというような場合はですね、やっぱり、多くの人が結婚をしようとこう思う、それが原動力になる。ところが現在は日本ではですね、37万平方キロメートルで森林面積が3分の2以上という狭い国土、居住面積が狭い国土にあって1億2700万人もいるっていうのは、これはまあ極端に人口密度が高いわけですね、温帯地方ですから。ですからそういう意味では、結婚して子供を作るという力ですね、ドライビングフォースって言いますか、そういったその生物種としての力も弱まると、まあ、いうのも付け加わっていると思うんですね。ですから日本がだいたい4000万人ぐらいの人口になるまではですね、まあ、戦争とかそういう特別なことがない限り基本的には結婚に対する、動機づけはないと。しかもその恋愛結婚というほとんど成功率の低い結婚方式が、まあ、錯覚によって提案されていると。これについてやっぱり女性の評論家とかそういう人たちがもう少しきちっと歴史を学び、事実を学びですね、そして結婚生活の実態を学び、あまりその何て言いますか、お花畑的なことを言うんではなく、現実的な方法で、まあ、日本の若い人に、ちゃんとした人生をもたらすという方向に進むべきではないかというふうに思います。まあ、いずれにしても何とかするべきとかべきじゃないとかではなく、歴史的な事実はほとんどがいわゆるお見合い結婚、親が決めた結婚だったという結婚の意味の本質をですね、やっぱり理解する必要があるのではないかと思います。